クリントン、ワシントンアベニュース駅は、ブルックリンククリントンヒルのフルトンストリート直下にあり、クリントンアベニュー、ワシントンアベニュー間に位置するニューヨーク市地下鉄、IND フルトンストリート線の駅である。A 系統が深夜のみ、C 系統が深夜を除く終日停車する。当駅は1936年4月9日の、フルトンストリート線、J ストリート、ボロホール駅。 ロッカウェイアベニュー駅間の開通とともに開業した。4年後の1940年5月31日、同駅の近くにあった BMT フルトンストリート、高架線のバンダービルトアベニュー駅が廃止となった。または2015から2019年の投資計画で、当駅をニューヨーク市地下鉄の他30駅とともに、最大6ヶ月間営業休止して、 全面的な改修工事を行うと発表した。改修工事の内容は、USB ステーション、地図や、対話勧告の設置、照明、壁面、床材の更新などである。しかし、資金不足が生じた影響で2018年に、計画が修正され、当駅を含む13駅の改修工事は2020から2024年の投資計画まで延期される、こととなった。 南広ホーム入り口階段駅は観光線2000と、急行線2000、相対式ホーム2面を有した2面4線の地下駅である。駅名標は緑地に白で、クリントンウォッシング店ンエブイと書かれたものが設置されている。また、黒地に白で、クリントンもしくはウォッシング店ンと書かれた出口の方向を示す看板も設置されている。また、改札内で、 南北ホーム間を行き来することはできない。駅は各ホームの両端に改札口と切符売り場、地上への階段がありフルトンストリート沿いへと出ることができる。駅の出入り口が、ノトリアス B.I.G. のミュージックビデオ、ジューシーで紹介されているほか、ニールバーガー監督のテクノスリラーサスペンス映画、リミットレスでは当駅が戦いの舞台の一つとなっている。ありがとうございます。